はい、こんにちは、カズボーです。ファイナルファンタジー 5R 続きやっていきたいと思います。今こんな状態からスタートなんですけど、前回ね、このね、ラストダンジョンの第1層かな、そこからやってて、第2層からスタートしますって言ったんだけど、ミステレッカーが出てきちゃったので、もしかしたらなんか知らないの出るかなと思ってね、一応カットはしたんですけど、あ、トンベリがね、こんなん出すんですよね。羽根付き帽子とか。だから、トンベリとなんだっけ、シップなんだっけ、シップなんとか、シップ シップガードだっけ、なんかそんなんとかと、あと何出てきたっけな。もう一匹なんか出てきたよね。サボテンダーだ。サボテンダーが出てきたんだ。で、それだけだったんですけど、まだなんかいくかなと思って、3種類だけなんかな、まだいそうだけどね。いたとしてもね、またどうせで戦うと思うので、ね、ここ何回も何回も多分繰り返すと思いますので、はい、じゃあ前回の続きいきます。これギルガメッシュから源氏の盾取って、盾取って、あとパニッシャーっていうのがおまけでついてきてましてね、そいつからあれティンカーベル取れました。あとこの周りのやつからルーンのベルとかね、なんかいろいろ盗めたんですけどね。それで今回ですけど、この第2層、前回フェーズ戦ったんですよ。トラ、あ、こんなシュルケン普通だね。え、何もいない感じ？あ、出た。ね、前回こいつちょっときつかったんですけど、今ちぬられた盾装備してますんで、わ、やべえんだか。上2発食らったら終わりだもんな。下3人、え、マジかよ。やめて、マジ。怖いし。とりあえずこれ使っとけば半減するので。で、下3人はホーリー食らわないんで、だけどフレアとか食らうから、これは食らうからね。雑魚キャラですかね、これ。コス並みの、だから盗むをちょっと外せないので、2人ぐらいにしといた方がいいのかな。宝箱開けるのが怖いからね。だから今回ここがどんな敵いんのかなと思って、それが気になるから前回もこれ撮ったけどね。ちょっと今回の動画で初なんで。バイオって向こうなの？あ そうだ、こいつリフレックついてんだ、忘れてた。攻撃いった方がいい、無難なんです。片手だけど強いからね、普通にね。下は3人効かないし。上の宝箱を開けてみたら、特になんか変なの取ってないから、大丈夫だと思いますけどね。しなくていいからさ。これ雑魚キャラですからね。前回こいつから盗むまでやってたからね。ガラスのマスクだっけ、あとなんか盗めたけどね。エリクサーか、エリクサー持ってんのこいつ。だけどこいつからエリクサー盗むのさ、結構大変だよ。ずっとこれ耐え忍ばなくちゃいけないんだ。次出てきたらさすがにカットしますね、こいつは。まずマイティーガードを使って戦わなくちゃいけないので。なんでこんなに、待て、次ってなんかいんのか。これ1層、2層、3層、4層ぐらいまであったよね。確か。すげえな、ここで。あ！結構。あれって、そこまでレアじゃないのかな。ただ、何にも効果はないけど、硬いみたいな。ごめんな、ここはまだ大丈夫だって。あ、エリクサーか。ちょっと2層何んだろう。フェイズしかいねえのかな、もしかして。じゃあ、マジか。あ、出るじゃん。ミステレッカー。
ここにもいんのか、どこの階にもいんのかな、これ。ノドワ。ノドワってあれだよね。FF6 のさ、あの、またいでいくにいるギガントスとか使ってきてよ。ノドワってあれ、よく覚えてる。いきなりなんかすげえ連続で攻撃してきて、なんだこいつと思ったもんね、初見でやった時。ノドワって。なんとかデラックスさんっていう人が使うよね。は？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 え？ちょっと待って、何これ？ダークエッグマン。え、何これ？初めて見たんだけど。レベル3、10。え？ちょっと強いだけか。え、ちょっと待って。ちょっと待って。え何も経験値も持てないし、何が起きた、なんだあいつ。ちょっと待って、なんだあいつ。マジで。あ、出た。あまだなんか、フェーズ以外もいそうかな。なんだダークエッグマン、あれ外れか、なんかまだ他にいそうだね。こいつもなんか盗めてるね、前ね。むしろこっちの方が強いんだけど。あれなんで卵を割るって言ったらこの人死ぬんだろう。半熟ヒーローとかやりたいんだよね。あれ面白い。ん？あ、こいつか、ヒッポデーモンか。これあれだ、イストリーの滝見たやつだ。こいつはレアでも、まあ、やっぱいろんないいんだな。え、こんなん初めてだ。え、この強かったっけ、こいつ。せえな。さーて、第2層は何がいいんだ？おー、いいね。ヒッポデーモンって、あれだよね、合ってないんだ。第1層も、え、待って。ここ出たのが、ベヒーモスと、ルナマジシャンだっけ？あれと、ミステレッカーと、リルマーダーだ。リルマーダーが出てきたんだ。第2層から先進む？どうする？どうするって誰に聞いてんだろう？聞いたって答え返ってこないっすね。ちょっと第2層はまだなんかいんのかな？それが気になるんだよな。まあ、一回じゃ、ま、攻略はできないだろうなと思ってるんで、あの、セーブ場所の前に何がいくかだよね。そこまで次回行っちゃってもいいかもね。今回ここまでやる。待て、もう一層行って次回そこ行ってみっか。ラスボスの手前。そしたらそこでセーブしてそのあたり回れもんね。それで最後行くか。ね。で、その後に、まだ倒してない奴がいたじゃん？途中にいた奴ら。多分ここの先にもいると思うんだけど、それとあとね、カイザードラゴンはもう動画で出しちゃったんで、まあ、名前言いますけどね、カイザードラゴン、やろうかなって思って、まあ、その前に、その3体多分いると思うんだけど、その前に、なんだこれ、あ、こいついんのか、パンドラ。こいつ危ねえんだよ。ちょっと危ねえよ、こいつ。アルマゲストとか使ってこなかったっけ？あ、何やってんだ？こいつ飛翔でいいじゃん。何やってんの？こんなんだ、するんだ。すげえな。え、これ、初だったよね。じゃあ卵からなんか変なの出てきたら収録しようか。何出てくかわかんないので。卵割れて、なんか変なの出てきたら、でも初めての、驚き取れないもんね、そうするとね。どうしようね。先行っちゃおうか。3層目行ってみっか。2層3層ちょっと調べてみようか。今回。ちょっと動画早いからね。まあ、まだ1体だったら可愛いね。なんかいいのかなぁ。ミステレッガーとフェーズだけ？ああ、ほい。行こう。
ね、そこに見える宝が FF5 の通常で多分一番強い敵が入ってたんだけど、あんなこいついんのかよ先に。なんだなんだ、別に全部あれか、その階層ごとに違うわけじゃないのか。え、まだ全部出てくるのか、これもしかして。なんか追加されてるの多分いるよね。出てくるバラエティが、だってこれで初めてだもん、人気出てきた。なんだよ、いないと思って出てくるまで一層でずっとやってたの。今なんだ、3層目だよね。やっぱ数えた方はね、1層2層3層で合ってるみたいだね。あそこはどうしようね。ちょっと宝だけ取ってさ。こいつも一応ボス音楽なんだ。こいつらで出てきたことなかったもんね。ああ。え？何小さくなった？パンチで96いく。左に宝あんだよ。あ、これでもちっちゃくなんのか。これリボンだと思うんだけど、あ、違う。あれ？リボンってなんだっけ？風魔手裏剣だったっけこれ。え、リボンって別のやつか。 DF の方か。え、なんかいいのかな。ここ最終なんだよ。もう最後まで来ちゃったもんね。戦闘はちょっと同じだったらカットしますね。さすがに。ここで最後なんだよ。最後なんだけど、そこにセーブ場所があって、まあ、行かないけどさ、今回は。次回ちょっとそこやろうかなと思うんだけど、あー、姿はわかんない。何かいるよな。お、あ、ここにもいんのか。そっか。ちょ待って、いきなり音楽変わったんだけど、ちょっと待ってや。ザンデクローンが出てきた。マジで、ちょっと待って。これファイナルアンタです、ね。お、ボーンメール。あ、レアじゃねえか、それ。ちょっと待ってよ、嘘だ。あ、魔力高そう。あ、やっぱ高えわ。やめてこい、びっくりすんの。なんだこれってさ、どうなの？レアなの？階層ごとに決まってる？もしかしてこれ。だって2層で出てきたのとかと違うよな。まあちょっと盗まないといけないので。やめろバカ。ああよかった、一番下危ない。ザンデクローンはファイナルファンタジー3にいいんだけど、こいつトルネード効くんだよ。だけど FF5 でトルネードないよね。トルネード自体はあるのか、使えないよね多分。だからまあとりあえず盗んでどうにかしなくちゃいけない。ボーンメールか。なんかいんのかな他にも。びっくりしたの、卵割れてさ、音楽変わったから何と思ってさ、何と思って。いやちょっと今回いいね、取れ高あった。あれだけかなと思ったのでちょっと困ってたんだよね。フェイズだけかなとかさ。ダークエッグマンぐらいだったよね。びっくりしたの。これはちょっとびっくりだね。ザンデクローンは。あ、こいつリボン持ってんだ。へぇ。ボーンメールとリボン持ってる。結構いいの持ってんじゃない？エリクサーとかじゃね？これ何かな？エリクサーとかダークマターとかさ、何かわかんないけど、ちょっと盗んでみようぜ。こいつは。リボンいいね。でも全員分持ってんだよね。まあ、全部レジスト系かければ、こいつは余裕だね。HP どのくらいあるんだろう。ああ結構あるな。4万3千もあるんだ。あ、じゃあ反撃とかでも大丈夫だね。そんな簡単には。4万3千ってなんで雑魚キャラで4万3千って。ボスじゃんよ。通常版だったらこんぐらいあっかんね、普通にボス。ちょっとしたボスだよ、これ。まあ、でもこっちもそれは高くなるわね。だってここで経験値落とすんだもん。信じられないほど経験値落とすじゃん。だから絶対上がるよね。
あと1個盗もう。なんか他にもいんね。次回だね、そこね。とりあえず宝箱開けてびっくりしようか。絶対あれなんか入ってるから、とりあえず戻ってセーブするね、これ終わったら。さすがにもったいない。それで、道中で、見たことないやつあったら、それを収録しよう。見たことない、ないやつ、合わなかったら、そのまま宝箱開けて、びっくりして終わろう。だってそこで初見、んー、どうさん、まあ今回その、びっくりするもの。びっくりをちょっと一回ぐらい。まあ一回二回味わったけど、ダークエッグマンと、まあ盗めるものもちょっとびっくりしたけど、ボーンメールとリボンはね、おーって思ったけどね。どれも使っていくんだね。最後の子盗めねえな。あ、さばきの杖盗んだ。あ、それだけか。よし。あ、これ全部だよ。3つだよね。よしよし。リボンと、まあ、ボーンネイルもレアだよね。まあ、使いようによっちゃいいと思うけど、あれアンデッドなんだよね、確かね。お。なんだあいつ。HP によってやってくること違うんかな、これもしかして。まあ何も出てこないかなと思うんですけど。オッケーオッケー。倒れ方は一緒なんだ。一回の戦闘これってどういうことよ。あ、まあ娘やってたからか。またなんか出てきそうだけど。あ、出てきた。ああ、やっぱりそんな、なんだろうな。まあ驚くようなことでもないか。今テレビで暴れん坊将軍やってる時間ですね。自分結構夜中起きてんですよ。夜中起きて結構ね、夕方とかね、なんか2回寝たりするからね、時間を空けて。自営なんで仕事も自由だけど給料も自由って分かりますから。何もない時何もないから、本当に今なんか特にない時期じゃん。明日というか今日も別に特になんかあるってわけでもねえんだよね、仕事が。はいはい、水晶流、はいはいはい。ま、バカ。おっ、ちょっと待って、こんなん出てくるなんてさ、自分考えてなかったんだからさ。ああエリクサーだ。ちょっと待って、エリクサーなんだっけなんだっけなんだっけ。ハーフエリクサー、ポーションと、なんだっけハーフエリクサーって、あれポーション、ハイポーション足りてるか。そうだね、これでやめて、マジでさ、何やってんだこいつ。ずっとメガフリアしか使ってこねえんじゃねえだろうな。いやー面白い。あー今回良かったね。良かった良かった。取れ高はあった。これは通常版に見たね、水晶流。ただメガフリアなんか使ってこなかったぞ。高難度版水晶流だね。だからなんかこんなようなさ、形のやつがさ、どっかにいたような気がするんだけど。んー、まあこいつ盗みだけ気になるよね。まだ多分いんのかな、他にも。次回さ、回るときに全部雑魚キャラ見よう。
ね、次回次々回ぐらい全クリしたいから、次回は多分ボスいるので、セーブ場所光ってたじゃないですか、あれ多分ボスなんですよ最後。あれを倒してその後ラスボスなんだけど、お、なんで自動破壊ついてんじゃん、1104だって。なんだっけ、リボンとボーンメールとサバケの追加、ザンデクローン、すげえねあれね。どこサムネイルしたの、全部出しちゃうかなあれ。水晶竜もね、こいつあれなんだっけ、こいつエリクサーと何も通常でもエリクサー持ってるよねこいつね。エリクサーが結構盗みやすいな。じゃあこいつはいいね、出てくれば盗めるってことか。じゃあこの層にしか、この層とか次の層とかしかいないから、もしかしたら2層目にも行くかもしれないけど、なかなかいいの持ってんのかこれ。え、竜のひげは違うよな。あ、危ない危ない、竜のひげじゃなくて飛竜の槍とかさ、そこら辺ありそうじゃない。エリクサーとかさ持ってそうじゃない。あ、持ってんのか、今取ったのかエリクサーは。あ、当たってたね。じゃあ予想に、今普通に今ダメなこいつ。マイティガード使ってるのに案外食らうんだけど、だから最初こうやってさ、何進めんだろうなって調べさせるゲームじゃんこれ、自分思うに。だって血塗られた盾とかさ、だって盗まないと手に入んないのにさ、しかもそれ生属性防げてさ、ホーリードラゴンなんかさ、あれ装備してねえと無理じゃん絶対。まあ絶対でもねえけど、多分無理だと思うんだよね。自分はちょっと分かんない倒し方は。だってホーリーとか使ってきてさ、なんかね、9999くらいなんか生属性とか使ってくるじゃんあいつ。あんなん血の間で装備してたら防げるんだからね、やばいよ。ほら、すごくね、まだあんのかな、まだあんのかよ。飛竜の槍、エリクサー、まさかと思うけど竜のひげじゃないの、それだったらちょっと嬉しいんだけど。あ、それでね、そうだそうだ、ごめんなさい、竜属性にできるんで、相手、まあ相手竜なんだけど、この竜属性にして今飛竜の槍とかって竜属性にすごいダメージ出んだけど、危ねえ、うっかりしてやられるわこれ。そういうのをね、装備して、だから全員分持ってればいいってことか。あ、もしかしたらこいつ、さあ、何回かあってさ、飛竜の槍取るまでやってさ、全員分。ちょっとわかんないけどね。で、ジャンプとかで倒すとか、なんかな、宝箱の中とか思うんだけど、どうなんだろう。まあ、これか、まあ、このぐらいっていうかさ、だいたい平均このぐらいの時間かけてフィールドでね、自分エリクサー落とすっていいんじゃないですか。クーザーそれで集めてますからね。だって勝ったらさ、あれ5万ギルすんだもん。だから今100万ギルあるからさ、結構買えんだけど、5万ギルだから10個で50万ギルすんだよね。だから今100万あっても20何個ぐらいしか買えねえから、140万ぐらいか。フレア耐えれるようになったらどうすんだこれ。何持ってんのこれ。ちょっとカットしようか、さすがに。ずっと取るとこ見たいんだけどさ。あ、見たいんだけどさ、っていうか見るんだけど、なんだろう、驚き見たいじゃないですか、だって。いや、じゃあちょっとね、まあ、カットはしないけど、あ、カットはしないというか、早送りしよう。
あれだけやってさ、驚きもさ何もなかった。クリスタルメールだった。だから別に、うん、うんみたいな感じだった。だから倒したの竜のひげじゃないな。竜のひげがまあこいつに似たようなやつが持ってるんだけど、でも昼なり持ってるってことは、こいつ生属性吸収するっけ。ああ食らうね。ああなるほどね。まあいいや、もうなんか出てこねえんだろう。次やると、ああどうすかな。次回あの箱開けるか。ちょっと今回時間食っちゃいましたね。だからあの中に何がいるかだよね。まあそこも楽しみなんで、ここは楽しみにしておきましょう。はい、今回開けようと思ったんだけどね、まあ代わりが出てきたので。戻るまでが遠足なんでね、気をつけていかないとね。ここフェイズが出てくるから、ここも多分なんかいるんかなと思う。はい、もう音楽でわかるね。はい、これの場合はマイティーガードで、あとはもう攻撃。はい、繰り返し。何も出なそうだね。よし、まあいいか、ここで終わるか。ね、ちょっとセーブして、じゃあそこら辺に行っときますので、ね、次回またなんか変わったのでできたらね、紹介しようと思います。次回はね、もうボス行きます。やっぱ3パートかかるような、ここのギルガメッシュと、まあ次、なんだろう、このさ、フロアを巡って宝あさりと、まあ一番奥のセーブ場所で何がいいのかなとか思ってたんだけど、思いのほかそこに空いてる宝箱もね、キングベヒーモスだったしね。あと1個残ってるやつが、多分あれ宝箱の中身違うんで、ね、何がいるかとか全然知らないんでね。だから今回本当は出してね、モザイクかけてね、驚きをお楽しみください。何にびっくりしてるでしょうとかやろうと思ったんだけど、まあ思いのほかいろんなの出てきたからね。最初困りましたけどね、ダークエッグマンでどうしようどうしようどうしよう、なんかいんのかなと思ったけど、なんかいっぱいいたから、ザンデクロンとか。ね、だから、まあ、それはそれでよかった。うん。はい、じゃあラストフロアの恐怖ですね。はい、ということで、次回は、あそこ何人でしょうね。何いると思います？ちょっとまだ行ってないので何がいるかわかんないんですけど、予想しますかね。FF、これ5なんですけど、5なんだけど、そこの宝箱6の獣ヶ原にいたキングベヒーモスでしたよね。だし、次元城にアルキミシアいたでしょ？オズマもいたんで。だから、8、9って出てるから、7とか出てないんだよな。もう7の敵ってなんかいたか？ 7、7。7って言ったらセフィロスしか思い出せねえんだよ。うん、まさかいるわけねえと思うけど、そんなのね、光守ってるのにセフィロスとかね、笑えるよね。まあ、ありえるよな、このゲーム。いや、でも違うかな、さすがに違うか。なんだろう。天かな、天だったとしたらなんだろう。なんかいるかな、天。あと何いた？オズマ出てきたでしょ？ラスボス系とかかな。ケフカとかさ。わかんないけど、結構いいとこついてるかな。どうだろうね。まあちょっとわかんないけどね。何がいいんだろう。じゃあ次回明らかになるのでよろしくお願いします。次回いきなりサムネになるんでね、サムネに多分載っけてると思いますので、サムネ見ちゃったらね、答えわかっちゃうのでね、まあしょうがないけど、そこはねしょうがないんですけどね、申し訳ないんですけどね、ちょっと見出しなんで、今回の見出しってことでサムネにはすると思うんですけど、こんなのがいたんだなって、ちょっとねそこの部分でもわかっちゃうんですけど、まあその動画内でね、私は初めて会うので、なんだこいついんのかよとか多分なるのかと思うんですけどね。まあでも結構いいとこついてるかなと思うんですけど、なんか、どうだろうな、ナインの羽生えたやつとかさ、いろいろいくかもしんないじゃん。それかね、まあそんなんかもしんないな、ちょっとわかんないな。うん、はい、ということでね、次回はそうです、そこですね。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。